みなさんこんにちは、オーク TV のオウです。かわおもーイエーイ。今日は一番くじスパイファミリー開封編をお送りします。最初に G 社ラバーストラップを開封していきます。まずは G 賞ラバーストラップの紹介からいこうと思います。はい、全13種類ですね。そして、我が家は6個ゲットしました。はい、青いはね、やっぱりアーニャが一番好きということなので、アーニャが写っているもの、こちらをね、まず5種類、それと先頭でね引けたんでね、どれでも好きなものを選べる状況だったんですが、はい、ロイドさんやヨルさんを差し置いて、ボンド、こちらを選びましたね。セカンドシーズン、非常に活躍するキャラクターじゃないかということでね、はい、いいんじゃないかなと思いますよ。はい、そして葵の一番お気に入りのアーニャはこちらのおねむたんね、スリーピーね、眠たいよって言ってますね、うん、パパはね、この水着アーニャなんてなかなか可愛いじゃん。可愛いよね、可愛いよね、頭にねちゃんとかぶってますからね。濡れないようにね、あ、髪出ないようにか、これね、でも前髪出ちゃってる、うん、そうだね、前髪出ちゃってるね。あとは通常のね、イーデン校の制服のアーニャ、はい、こちらもまた葵の好きなキャラクターベッキー、はい、ね、ベッキーと一緒にいるアーニャね、うん、かわいいよねこれも、ね、ニコニコしてますね二人でね、うん、楽しそうですね。そしてちょっとプンスカしちゃった顔のこちらはダミアンと一緒のものですね。はい、これはハチマキしてるからドッジボールの回か何かかな。そうですね、うん、でもね、どれも、かわいいね、ラバーストでございますよ。はい、うん、ね、学校に持っていけるといいですね。うん、一つね、何か好きなのつけていってください。はい、ね、以上 G 賞ラバーストラップでした。でした。次は F 賞クリアファイル&ステッカーを紹介します。はい、続きましては F 賞クリアファイル&ステッカー、こちら選べる全10種になっております。はい、やはりね、今回 H 賞のねチョコノッコフィギュア以外は全部選べるということなのでね、先頭に並んでおいてよかったなと思いましたね。はい、もちろんこちらのクリアファイル&ステッカーも青いお気に入りアーニャを中心に選んでみました。2枚はアーニャのデフォルメタイプですね、うん、学校生活のアーニャ、こちらステッカーもね、大きくカットできるものが2枚ついてますね。はい、それとおねむたんなアーニャ、こちらも可愛いおねむたん顔のアーニャが2枚、うん、そしてこちらね、デフォルメじゃないんですけど、服装がね、葵気に入ったということで、これはカフェのね、店員さんですかね。へへ、かわいいね。そうだね、シェフアーニャがいますね、うん、うんうん、こちらはですね、シールが、うん、うん、大きなもの1枚となってます。クリアファイルもね、もちろんいいんですけど、やっぱりこの大きいシールがついてくるっていうのはお得感があっていいですよね。はい、クリアファイル2枚よりはね、シールあった方が嬉しいかなと思う方なので、嬉しいね、F 賞ということですね。はい、以上 F 賞クリアファイル&ステッカーセットでございました。ございました。次は D 賞アクリルスタンドです。D 賞アクリルスタンド、こちらは全6種、はい、12本というね、なかなか少なめの景品になるんですけどね。はい、15回やってね、3個ゲットできたので、こちらも良かったんじゃないかなと思います。今回の本当に葵さん引きがなかなか良かったんじゃないですか、分散されましてね。はい、当然ね、選べるということなので、うん、アーニャを2体、それとヨルさんをね1体ゲットしましたよ。はい、ね、ヨルさんの方はね、あの普段のじゃないな、いわゆる暗殺モードですよね。こちらのヨルさんですね、うん、私服のヨルさんもね、非常に可愛らしかったんですけど、葵こちらがかっこいいということでね、こちらにしました、うん、
ね、でもやっぱこう見るとね、やっぱりアーニャのアクスタは小さいですね。うん、子供だからね。そうだね、うん、でも可愛くていいよね。そうだね、やっぱりアーニャが欲しくてね、お目当てでやりましたんでね、アーニャ選びましたよ。まあ3個ゲットだったんで、まあ、ロイドさんも入れて3人揃えるっていうのもありだったんですけど、やっぱりね、アーニャ2種類あるんでね、アーニャが欲しいということで2体アーニャにしてみましたよ。はい、葵も大満足、アクリルスタンド3体でございました。ました。シーショー書き下ろしイラストボードです。はい、シーショー書き下ろしイラストボードでございますよ。はい、こちらもね2種類あったんで選べたんですけど、我が家はこちらを選んでみました。はい、うん、かっこいいですよね。うん、うんうん、葵もねかっこよさでこちらを選んだようです。うん、ね、アクスタのね夜さんアーニャもございますよ。うん、ね、ロイドさんきっとこのポーズがアクスタになっていたんでしょう。はい、はい、なかなかいいんじゃないですかねこれね。うん、うんうん、持った感じで結構重たい感じですね。うん、うん、厚さもねそこそこありますよ。うん、うん、これもねなんか撮影の時とかね置けるようにしたいですね。はい、うんうん、とってもとってもかっこいい書き下ろしイラストボードでございました。はい、次に H 賞チョコノッコフィギュアを開封します。はい、見事アーニャを引き当てましたね。おめでとうございます。はい、ね、こちらねチョコノッコフィギュアね全5種類、うちねアーニャはね2種類ありましたね。うん、こちらまあ通常アーニャというんでしょうかね。そして笑顔のアーニャ、笑顔のアーニャ広い心で許すアーニャのね顔とねございますよね。うん、でもどれもね可愛いですけど、やっぱりアーニャが出ると嬉しいですね。うん、うんうん、あ、いいんじゃないですか。チョコノッコの中でもかなりクオリティの高い作品なのではないかなと思いますよ。うん、うんうん、とんがりもいいですねこれね。うん、あとうちは目がキューキューってなってるのが可愛いと思う。あ、そうだね、目キラキラなんだね、いいですね。うん、キラキラお目目の可愛いアーニャが当たりましたよ。はい、最後にフィギュア開封します。はい、ということでね、 A 賞ウォッチング TV フィギュア、こちらね台座の方にね面白いですね、変なくぼみあるんですよ。うん、これ何っていうと小物とかね置けるようにってことですね。うん、アーニャがね食べたりしてるんで、何かねお菓子食べながらテレビを見る、そうだな、葵さんなんかここ好きなグミ置いてもいいかもしれませんねうん、それとアーニャさんが見ているテレビ、こちらは番組なんでしょうね。ボンドマン。あ、ボンドマン、うん、ね、テレビのフィギュアも足をね組み立てる仕様になってましたよね、うん、足4本別でした。なかなかでもテレビだけのねフィギュアいいですねこれね。うん、うんうん、昔ながらのねダイヤル式のチャンネルでね、でもボンドマンはカラーなんですね。そうなんだね。ね、そうだね、いいね。そして最後にアーニャですね。はい、アーニャこれはもちろん食べてるものはピーナッツ。そうですね、ピーナッツ、アーニャ大好き。思ったより重たいね。そうだね、頭も重たいですね。うん、取り外しできると勘違いしてやんないようにねそうだね、首もげちゃうからね、うん、気をつけてください。気をつけてね。髪の毛もいいですね、かなりリアルに再現されてるんじゃないでしょうか。うん、しょうか。うんうん、テレビシリーズもね始まりましてね、秋アニメはねかなり面白そうなものが多くて楽しみですね。はい、テレビ東京さんなんかだとねスパイファミリーもちろんですけど、チェーンソーマンもありますし、葵はこれが一番楽しみじゃないかな、ブリーチね、うん、完結編こちらもありますね。うん、ブリーチもねもう1月にはおそらく一番くじラインナップされてましたからね、ぜひぜひ
いちごとかね、レンジとかね、ゲットしたいですよね。うん、ラストワンがね、ザラキケンパチなんですよ。こちらね、パパが欲しいんですけど、葵はちょっとキョトンとしてございます。はい、ね、以上以上、楽しみな秋アニメの話なんかもしながら、A 賞の紹介でございました。はい、今日は一番くじスパイファミリー開封編をお送りしました。普通のアーニャよりクオリティが高いというか、あとボンドマンのテレビ見てるのが可愛いです。今回の一番くじもとっても楽しかったです。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。